前回のカツクラ、カズさん視聴者から突っ込まれていた村の王政に入る、まずは土ブロック、そして小木龍の家の上にあるなんか変な柵、そして最後は中途半端な神殿を修正した。いや、これから真面目に、カズから真面目に頑張るから。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、皆さんのおかげでね、街すごい良くなってきてる。もうこれもね、皆様のおかげでございます。本当にもうありがとうございます。いやー、1話目とか見てみるとね、このカズクラひどいよね。そんなカズクラでもここまでなることができました。ただね、ちょっとね、ゾンビ襲撃本イベントだ、あのゾンビ襲ゾンビってなんだよ。ゾンビ襲撃イベントってありますよね。あれってね、実はね、ちょっと視聴者さんからあったんだけどさ、そう、ドア10個以上、かつ、村人20人以上で発生。しかも結構高くて、10% の確率みたいです。それ考えるとね、20人はね、まあちょっとね、ドキドキするという意味でもですね、ちょっとこれからですね、ちょっと村人増やすために頑張っていきたいなと思います。というわけでですね、どんどんね、ご飯をですね、あげていきたいと思います。あなたは農民、あ、農民さんにはね、ちょっとパン与えとこ、5パンぐらいあげとこうかな。5パン、ほんでこの子にもね、ちゃんと与えておきましょうかね。とりあえずね、あのパン配っていくよ。あのこれでね、あの元気な子を皆さん産んでください。よーし、こんなもんでいいでございましょうかね。さて本日はですね、ちょっと耳寄りな情報があったので、ちょっとあちらの方に行ってみたいと思います。いやー、ほんとね、いつも何やろうか悩むんでございますよ。まあよくですね、まあ、カズクラネタに入れとか言われるんですけども、いや、やりたいことはいっぱいだよ。多分このマイクラってね、ネタ切れってなかなか起きないんじゃねえのかな。そんだけね、あの好き勝手やることいっぱいあるからね。ただいま、モスト。さーて、湧いちゃってるかな、湧いちゃってるかな、湧いてる湧いてる。ちょっと一発だけね、ちょっとあの罠チェックしに行こうか、せっかくだから。どう、おー、流れて、あ、しかも村人さんもいたか。まあ、いっか。せーの、ドン。よーし。ほんで、本来であればね、これでございますね。あとはね、これをね、ぶん投げてね、終了でございますよ。ぷい。そうそう、こういうことだよね。ただですね、ちょっといろいろ問題があるみたいなので、本日はですね、ちょっとこちらの方直していきたいなと思います。まずね、ちょっといろいろスタイリッシュじゃないなと思ったのが、スポナーブロックがある場所、まあこちらの部屋になるんですけども、ですよ、てい、無限水路になっちゃってるから めんどくせえな、これ。ちょっとね、このブロックで、なくすわ。ちょっとね、コメントの方見てみるとさ、スポブロから横が9マス、縦が9マス、高さが5マスがモンスターの枠範囲ですよ。スポナー周りが修正点が多いのでアドバイスしておきます。スポナーの下は3マス程度開けて空中で湧いて下の水に流されていくような感じで、はい、とのことでございました。いやー、びっくりしたよ。というわけで早速行きましょう。まずね、ちょっともう湧いちゃダメだよ、枠誤算はダメ。よし、込んでいいか。これ上取っても大丈夫かな。大丈夫っぽいね。おお、まあ、まだ出るんかい。まだ出るんかい、お前。そんで、習ったのがね、これ、下突き。下突きだと、この上にね、モンスター発生しないみたいだからね。こうすることで、良くなるみたいでございます。じゃあ、早速、作業の方入りましょう。まず、この下ですね、3ブロック分。うん。こういうことか、つまりは。やばい。どっか繋がったよ。やだなぁ、もう。ラピちゃん鉱石こんな場所に。いや、なんかいい感じだな。なんか知らないけど。下3ブロックを掘り進めるだから、この高さでございますね。はい、とりあえず下3マス来ました。ほんでさっきの見ると、横9マス、縦9マスらしいんですけど、まあ、そこまで広くなくてもいいでございましょう。なんかいいな。おーおー、いた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 。
ここら辺もですね、綺麗にしていきますよ。ただこうなってくるとここも変わるんだよな。やばい、いろいろ大変じゃねえかよこれ。え？マジかよ、余計なもん見つけちまったじゃねえかよ。なんで出てくるんだよこんなところで。シルクタッチ持ってこないといけないんだろう、もう。しかも結構な量あるし。ちょ、マグマチェックだな、マグマチェック。いや、すごいな。8ブロックあるね。いや、素晴らしいよ。ちょっとね、取りに帰ってくるわ、シルクタッチ。シルクタッチと。よーし、うんならね、採掘しましょう、採掘。ではね、いただきますと。おお、びっくりした。おお、びっくりした。ちゃんと預けておこう、これ。よし、うんならね、ちょっと綺麗な道作るよ。いやん、結構危ないのね。よーし、出来上がりと。ということは、また場所がちょっと違ってくるのかな。掘り直しという作業をしないといけないのかもしれません。やだな。っていうかね、これ組めんのかな、同じものね。ちょっとそこに不安残るわ。さーて、このシステムを覚えて帰るぞ。こういうことになってんのか。なるほどな。まずはね、一個一個ね、戻していけばいいんでございますよ、こんなもんね。ただ今回ね、ちょっとやらないといけないこともあるからね、位置的にはここでいいのかな。ほんで前のだとね、子供ゾンビを倒せないっていうのもあったから、まあ、こちらに仕掛けていくわけだけど、いろいろね、くっつかないように注意しないといけないんだよね。だからまずここに黒曜石。この上もね、ちょっとくっついちゃうからね、ちょっと今はね、ちょっと外っておきまして。で、ここでようやくスライムブロック。ほんで、せっかくだから、こういうの使っちゃう？レッドストーンでも行こうか。できた。あとはね、動かしてみるよ。うん、変なものはくっつけこないよね。完璧、完璧。あとはですね、これを見本にちょっと作っていきたいと思います。前と同じ方式だと、この上にボタンだからね、とりあえずこんな感じか。じゃあね、これを崩さずに行こう。崩さずにね。覚えたか、カズグラ。こうして、ボタンを取り付けて、こうして、こうか。よーし。よし、できたー。あー、よかった、落とせて、ほんとに。よーし、んなら早速ですね、いろいろ開始していきましょうか。まずは、ここの水を流して、あっちまで行くかを、まず確認。うん、いいね、いいね。ほんで、次は、こっちの水ね。よーし。よーし、できた。ほんで、こちら、覗き部屋も、あ、やべやべやべ、なんか置いてあるな、あっこに。めんどくさいな、あれ。よーし、よしよし。だいぶ暗くなった。おー、びっくりした。おー。よーし、こんでいいよな。あとはね、あっち方向に掘っていくだけ。よーし、うんなら早速ですね、ちょっと試して終わろうとしましょうか。いけるかな、せーの、ほい。
ということは3つぐらい戻しておこうかな。どうせならもうちょっと貯めてからねやりたいと思います。さてそろそろかな。おお、どっかワッキーが甘いのかね、それとも溢れてきたのかね。よーし、行くぞ。さあ、ちょっとやられちゃったらね、あれだから、もう一個ぐらい予約しとこうか。な、行こう。よーしよしよしよし、残った残った。な、行きますか。なかなかいいではないか。まあここら辺の罠はね、まあ下にまた回収用のやつも作ったりするといい感じになるだろうし、まあここら辺もですね、将来、前も言ったけどさ、ちょっとかっこいい仕掛けにしたいと思います。いやー、とりあえずですね、これで地下場のレベル上げ場はできたな。まあまた次回はですね、まあここら辺ダイヤモンドもいっぱいあるしね、まあまあまたね、なんかしようか考えてみたいと思います。ではね、また次皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。